あ、地下室もういいや、ここは。せっかくこいつの請求書をもらったんだけどな。請求書の束合計するとかなりの金額になる。どうやら山田が経営する会社は教員立たされているようだ。え、高氏さんと鴨川さんが言い争っていたんですか。ちっとも知りませんでしたね。なんせここはこの屋敷の地の底みたいなところですからね。そうか、聞いてないのか。何か思い当たることですか。そうですね、ちょっと待ってください、考えてみますから。今考えてるところです。はい。そういえば高氏さんは委員を経営する傍ら、金融業まがいのことをして人にお金を貸しているみたいですね。なるほどね、やっぱり金絡みか。そうかそうか。ということは鴨川のところにちょっと行って借金の証拠はつかんだとは言えないけど、確証はあるってことか。確証っていうわけでもないか。でもまあ証言があるからな。ダメか、やっぱちょっとこいつに何かありそうな気。ああ間違えた、あれ鴨川がいた。早く奥さんに会って話をしたいんだけど、部屋を訪ねても返事してくれないんですよ。俺もそうだったよ。お、固く閉ざしてる。高内さんとのことは何でもないですよ。ただちょっとした誤解があっただけです。あの人が感情的になっただけですよ。ほう、しらばっくれてるな。しなこさんの部屋の前で頑張ってましたよ。中に入れてくれないんですよ。あの人ただ絵を描きに来てるだけじゃないようですよ。そうなんだ。何しに来たか知ってるかですって。さあね、本人に聞いてみればどうですか。本人も教えてくれないし。あの人にはこう言ってやりたいですよ。いつまでもあると思うな親と金これしかありませんよ。どういうことだ。そういえばさっきここで会いましたよ。あの子顔に似合わず花とか木が好きみたいだな顔に似合わずひどいな。森の方まで歩いてったな。ま、自分にない美しさに憧れてるんでしょうけどね。森の方に。僕はどうして千奈子さんに冷たくなったのか知ってますよ。なんでだ。それはね、秘密ですよ。なんだ思わせぶりなこと言いやがって。僕がここへ来たのは僕の芸術を完成させるためです。ここには僕に力を貸してくれる自動人。自動人？芸術を完成させるためここには僕に力を貸してくれる自動、自動なんだ。おっと、これはいけない。なんでもないですよ。なんだこいつ、ま、古柳さんみたいな商売の人にはうかつに話せませんね。結構なんかいろんなこと知ってるみたいですねこいつは。鴨川の表情を見せている。なんで千奈子さんにああまで忠実なんでしょうね。僕には分かりませんよ。さあ話は聞きましたね。とりあえず森の方に行ったっつってたな。
裏から森の方に行くのか。移動しましょうか。地下室まだいるのかな。あ、もういない。うん、移動。調理室。お、調理室に来たら坂藤がいた。冷蔵庫の前で扇子を揺らしている。綺麗な女性だ。じゃがそれだけでは女の幸せをつかめる保証はない。同じことまた言ってるよ。腹が減ったんでここへ来たんだが、冷蔵庫は空っぽだったよ。招待したからにはなんか食事とかを用意しといてくれるとね、いいんでしょうけど。この冷蔵庫がこの館で唯一涼しい場所だ。これだけ暑ければいっそこの中にでも入りたくなるわい。そんなにでかい冷蔵庫なのか。あの男は非常識なやつだ。いつか痛い目を見せてやる。非常識。甘い他人の話に深入りするとろくなことがないぞ。好奇心もほどほどにしたまえ。殺すぞみたいなことまで言ってたよな、さっき。自分の人生を歩めばもっと金を儲けられたろうに。金のことか。美しいバラにはトゲがあるというからな。さっきも言ってたね。なかなか礼儀正しい男のようだ。だが人は見かけによらんというからな。ふむ。なんだって、あの娘の父親がここで執事をしておっただと。ん、違うの。待てよ、確かあの娘菊岡とか言ったな。そうそう。待てと言ってるだろうが。そうだ、菊岡はここで庭師をしていた男の名だ、間違いない、うん、まあ本人もそう言ってたからね。あの娘の父親は庭師だ、それは間違い。わしが保証するぞ。死んだ人間の話をするのは金と時間の無駄だ。なんか知ってるんでしょうね。すごいな、君も。話す必要はないと言っとるだろうが。よし、次。あれ、こんなとこに何してんだ、菊岡みどり。できれば彼女の顔を見ないでおきたいのだが、ひどいな。あの人どこに行ったの。誰？パパの手紙を見せようと思ってんのにさ、困るんじゃない。ねえ、古谷さん探してきてよ。あ、千奈子か。強欲ジジイの話なんてしたくないわよ。相当嫌ってるな。私が裏庭でお散歩してたらあのうるさいのが来たからここへ来たのよ。それで洗濯室に。年寄りは嫌いって言ってるでしょ。ばあさんのことは聞かないでよ。なんで私があんなイケイケ姉ちゃんのこといちいち答えなきゃなんないのよ。あ、間違えた。もういい加減にうるさく聞くのやめてくんない。私はお洗濯するのが好きなの。そうなんだ。だって汚れていたものがきれいになると心まで洗われたような気分になるもの。ほうほう。ここで何をしても私の勝手でしょ。まだ話があるの。パパのお手紙のことなら教えてあげないわよ。チェ、そうなんだ。パパのお手紙のことなら教えてあげないわよ。パパがここで庭師をしてたですって。とんでもないことを言う人ね。
誰がそんなこと言ったの？え、違ったの？さっき言ってなかったっけ？庭のなんかあれをしてるって。あんな強欲ジジイの言うことなんか嘘に決まってるわ。そうなんだ。パパはこのお屋敷のとんでもない秘密を知ったのよ。だから執事を辞めさせられたのよ。執事だったり庭師だったりよくわかんねえな。それはパパが執事だからこそ分かったことよ。秘密って何ですかですって？よくも抜け抜けとそんなことが聞けるわね。知ってるわけないでしょ。手紙は見ちゃいけないって言われてるもの。そうなんだ。中身はこいつも知らないのか。もういい加減にうるさく聞くのやめてくんない？何度聞いても知らないものは知らないわよ。よし、じゃあ移動しましょう。この先には浴室がある。捜査上必要な時はこの穴を調べてみよう。いや、あくまで捜査のためにだ。確かに。あ、もしかしてもうそろそろいいのかな。会えるかな、ちなこに。あれ、空き部屋の前に山田が立っていた。いや、振り上げさん。いや、実はこの部屋の奥で物音が聞こえたんですよ。ほう。ここは誰もいないはずの部屋でしょ。おかしいな。そうなんだ。まあ、多分空耳だと思います。こんな厳重に鍵がかけられていますし、きっとそうですよ。ふん。私の空耳ですよ、きっと。じゃ、失礼します。どっか行っちゃったよ。そう言って山田は去っていった。人の話し声がかすかに聞こえた。誰か中にいるのだろうか。へえ。声が小さすぎて何を言っているのかわからない。盗聴マイクか何かあればいいのだが、物事はそんなにうまく運ばけないしな。何か音を集めることのできるものがあればいいのだ。そんなのがあるのか。レコーダーみたいな。どうしましょうか。あの厳重に施錠された部屋の前で人の話が聞いたというが本当だろうか。